エミール・カルタヤック・ポワント・デ・フレッシュ・ジネ・ヘリスク・ミューズム・デ・トゥールーズ・エミール・カルタヤックは、フランスの考古学者である。マルセイユで生まれた、アルタミラ洞窟壁画の研究を行い、それまで疑問視されていた、旧石器時代に、洞窟壁画が描かれたという説が受け入れられるのに、貢献した。法律を学んだが、考古学に惹かれ、余歌にアベロンのドルメンの調査に加わっていた。 法律家を辞め、考古学に専念すると、1867年に、パリ万国博の戦士時代の展示の責任者となった。1882年から、トゥルーズ大学で、考古学を教え、1897年にアカデミーで、ジューフロローの学芸員となった1902年に、トゥルーズのセインと、レーモンド博物館の館長となった。1902年に、スペイン。 アルタミラの洞窟会議論者の在場告白を発表し、洞窟壁画が旧石器時代のものであることが受け入れられることとなった。ありがとうございます。